どうも皆様いかがお過ごしでしょうか、うかでございます。というわけで今回もやっていきましょう。今回はね、サクサクセスですが、まあ名前も書いてある通り、ダイヤのエース、三幸和也選手を作っていくんですが、今回はちょっと特別なんですね。あの大手実況者さんのね、マシュルムさんから、挑戦状ということで、三幸和也の声真似をしながら作ってくださいということなんで、さあ頑張っていこうじゃないかと。ちなみにあらかじめ言っておきます。モノマネはもう苦手中の苦手ですね、本当に。だからクオリティはかなり低いですよ。そこはどうかご理解いただければと思います。それじゃあやっていきましょう。まあ、結構ね、いろんな方々になんかこう、その声優のね、桜井貴博さんにもともと地声が似てるみたいな、そういうのは聞いたことがあるのって、と言っても、なんとかなればいいかなっていう気がします。ちなみに、ダイヤのエース、僕そこまで詳しくないんです。ごめんなさい、僕ドカベン派なんです。はい。なんで、まあちょっと、インターネットで調べたり、で、なんかある程度のなんか名言的な感じなものを、ちょっとまあちょくちょく入れられればなということで、余計な、なんで、そこはちょっとご理解、気にしないでください。いきましょう。とりあえずじゃあスタンダード15で、チームは、ヤクルト好きなんでヤクルトで、すいませんね。で、やっぱ天才でしょ。天才と、肩が強いんで肩強化。この2枚で、いや、待て。いや、プロ入りかなー、プロ入りでいこう。安牌とか言わないで。いきます。いや、正直なところ、声真似しながらサクサクセスって結構ハードなんですよ。うえい！いや、まあ頑張っていきましょう。いきます。お、でも初期状態いいよね。いいです。全然いい。よし。勝つことには、とことん貪欲でやりたいと思います。いきましょう。ほい。まずはやる気アップで、勝つってなんだろうな、サクサクセスで。いい選手を作るってことかな。じゃあまず下行ってます、選手には。はい。お、中村さん、いきなり中村さんか。いいね。はい。ヤクルトの、正捕手。ほい。じゃあ、これで、まあ、補給ダウンは仕方ないにしても、肩上げて、肩 C でいい、ゴール。やっぱキャッチャーなんで、すでに肩は高いですよね、C は。やっぱり。よかった。ステイ2。プロ入りカードだけはなくさないように頑張りましょう。まあ、最悪な、まあ、なくさないに越したことはないかな。いきます。ほい。ほい、山田テスト、守備力嬉しい。で、まあ、他のも、やる気は絶好調にしとこうかな。うん。絶好調であることが何よりの、必勝法だと僕は信じてますので。シャッフル。補給がな、ちょっとエラーしやすいのはよろしくないので、ちょっとここで上げちゃいましょう、一気に。で、よいしょと。はい、補給をここで E にしちゃいます、一気に。で、ゴール。ちょっと体力使いすぎたかな。さあ行きましょう。お、宝箱あるじゃん。なるほどね。宝箱でも取ってくるかな。誰かさんのために。行きます。とりあえずこっちかな。ほい。で、どうだ。肩 B の、神竜。いいことが起こりそうな予感。頼むよ。ほい。で、肩 A、いいね。肩強いからね、実際。やだ。あー、そっちでよし。いいよ。まずいいことが起きた。プロ入りをなくさないという。やだなんて言わないか。待っちゃった。もう怖いわー。よいしょ。で、それで、下行こうかな。これはミートか肩。でもちょ、これ、肩取ってゴールかな。ミートでもよかったけど。まあ、ステージ3でこれだったら結構ありかな。行きましょう。ステージ4。宝箱。お、いいね。バレンティンが挟まれてる。ほい。守備力アップ。まあ、守備力大事ですよ。キャッチャー、守備。うん。で、補給。おし。足りないところに来てくれた。金縛り。カレンさんが来てからでよかった。うわー、マジかい。まあでも、奇跡、偶然にもこう、赤あんま踏まないで済むようなところがあったんだよ。やべえ、危ない、やばい、なんで、あーもうくっそ、攻めて、これ何これ下。あーもうマジか、いきなりロック、これは運がない、うわーやばい、ちょっと死ぬんじゃないか、これ。死ぬ可能性が出てきた。うわくわ、なんだよ、これ。ういあー危ない。危ない。今、本当に危なかった。危うく、本当にやられるとこだった、赤で。いや、よかった。はい、ゴール。危ない。プロリカードあるけど、余計なことはしないでいくよ。4番打ってるから、パワーも欲しいよな。行きます。行きましゅじゃね、行きます。はてな、一気、まあ、プロ入りあるから、余計、無理に。よっしゃこれで、はい。よっしゃ、オッケー。流れは来てる。そして、カレンさん。これは嫌な予感が。あー、なるほど。
それじゃ行きますか、化け物退治に。気に入ったよお前。ここからは二人であの怪物退治してやろうぜ。よいしょ。うん、かっかー、来たー。よし、今のこれ物にできたのはでかい。で、ほい、野球超人伝パワーか。あ、まあ、パワーも足りなかったから、オッケー。おい。で、ほい、どうだ。よーし、虫歯に合う。これもう余計にハテナ踏むことない。あとプロ入りだけですから、持ってんのは。いけるな。よし、ガンガン行こう。あとはちょっと総力、ミートも C にしとこうかな。で、あと補給を上げたいんだよな、補給。補給どこだ、補給。あ、あるある、下にあるな。下に行って補給取って、で、それでシャッフルしとこうかな。あ、野球マンじゃん。2号か。2号はそれはそれで嬉しいな。さあ来い。2号どこ？あ、近いかも。行こうかな。行きます、会いに。これは、行った方がいいだろう。あ、まあ、その前選手に会う。今波選手、総力アップ、総力。いいね。あっしゃ、肩 S。しまった！あー、野球マンどっか行っちゃったよ。もったいねえ。で、会いに行けるか、これ。まあ、プロ入りあるから、ゆっくり行っていいんですよね。あー、野球マン無理でした。まあ、しゃあないしゃあない。えら、どうしようかな。他の能力上げておこうかな。総力 B にして。あ、データ、データにあっておこう。はい、うん。データパワーアップですからね。で、それで、ちょっとシャッフルで、パワーをさらに近くへ寄せて、あるじゃん、パワーマス、ミートマスもあって。よし。残り8、プロ入りあるよね。行きましょう。ほい。で、ほい、パワー A、来たー！で、それで3で残り、1、2、3、4で終わりか。最後、エラー回避取って、で、なんとか、C、よっしゃ！オール C 以上、よかった。あーっと、危ね。ちょっと危ない危ない。コントローラー落としてしまいました。うん。あーっと、失礼しました。ちょっと、失礼しました。今、間違えた。はい。プロ入り。間違えてボタン押しちゃったよ。おっしゃ、よかった。クリアできて。はい。いかがでしょうか。うん。こんなすげー、能力が集まった選手なんだろ？だったら余計に使ってみたくなる。やったぜ。ごめんなさい。適当な感じで。あ、そっかそっか。これはじゃあ選択で。あらかじめ顔だけは作ってきたんでね。キャッチャー。いたよな。はい。まあちょっと似てるかどうかはわかんないですけど、これでいきましょう。でも結構再現はできたんじゃないかな、再現自体は。よっしゃ。じゃあとりあえずアップロードしておきたいと思います。はい、こちら。まあ、肩 S。これは再現、まあ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 、いいんでねえのっていう。キャッチャー丸とか送球丸とか、そういうの欲しかったんですけどね。まあとりあえず、完成することができました。じゃあ、アップロードしておきましょうかね。ほい。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。結局のところあんまり声真似できなかったな。なんか、難しいですね。声真似って。なんていうか、表情とかがどうこうできないんで、雰囲気っていうのもなかなか。だから、やっぱり、そのキャラクターを知ってなきゃ難しいなっていう風に感じてしまいました。まあちょっと、機会があればまたね、ちょっとリトライしていきたいと思います。というわけで、マシュルムさん、こんな感じでいかがでしょうか。挑戦状なんとか、お答えできたんではないかと思います。明日の動画でお会いできればと思います。明日、気に入っていただけた方は、チャンネル登録よろしく、うかでした。またね。Approaching the range.